大川市内の4校中学校が全部参加されていて、授業で行われている美術の授業での作品だとか、それから部活動での作品とか、そういう類のものをですね、今回は出品していただいていると。今までこの1年間制作をしてきた作品とここに展示させていただくということを知ってから作った作品もあります。何年か前からですね、この美術館でこういう作品展ができたらいいですねという話をですね、4校の先生方と話をしていたので、描いた子たちがまず嬉しいと思います。見ていただいてですね、はい、中学生が持つ、可能性みたいな、表現力というものをやっぱりこう計り知れないものがあって、それをこう一つの形にしてこういう美術館で表現をさせると、それはものすごい深いものを感じるし、感動という形でみんなに伝えることができるので、そういうストレートな美術の面白さというものをぜひ地域の方々に知っていただきたいと。とても意義があることだと思っていて、学校でも展示することはあるんですけど、文化祭が今1日だけなんですよね。でその1日だけ展示されるんですよね。でこの美術館に1週間という長い時間、4校の作品がそれぞれ頑張ってきた作品が飾られるっていうのはとっても嬉しいことだし、確立化された面白さじゃなくて、個人が持っている特徴とか表現がたくさん出されているもの、美術の感性というものを正直に出している子どもたちが非常に多いと思います。そういう面白さが非常に、今回は見どころの一つになるんじゃないかなというふうに思います。ぜひ見に来ていただきたいなという気持ちがあります。第1回目なので、できれば続いていったらいいなと、はい、思ってますけど、冬休みバージョン、7日間ですけれど、短いですけれども非常に中身のある展覧会になっています。